10月1日午前中の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて143円3銭高い24,263円7銭で終えています。今年の終値ベースの年初来高値というのが 24,124円でありますから、このままの水準をキープできれば今年終値でも年初来高値更新といった格好になります。ザラバでの高値というのは先週末にすでに更新しています。トピックス、先週末に比べて 3.4 ポイント高の 1820.67 で午前の取引を終えています。東証一部、そうは言いましても売り買いさすがに拮抗しています。足元急ピッチで上げてきましたから、それなりに高値圏では利食いの売りですね。利益確定売りも出ているようです。東証一部全体の 54% に当たる1152銘柄が上昇です。下落も4割ありまして862ということで、銘柄数に大きな差はついていません。日経平均冷やしチャートをご覧いただきましょう。今日は一番高いところで午前中の段階で24,300円台、24,306円まで買われる場面がありました。為替相場でドル円がもうほぼ114円台を伺うような動きとなっています。113円の90銭付近で推移しています。こちら製造業者、特に輸出関連企業にとっては極めて円安は有利でありまして、今朝方の日銀短観で発表された想定為替レートがドル円が107円の40銭です。足元113円、114円ですから、極めて下期の業績期待できそうだと。でこのあたりから今日は外需関連の銘柄に資金が流れ込んでいます。その外需関連でも今日買われているのが半導体関連株であります。8035東京エレクトロンのチャートです。半導体関連株、8月以降安い日売り物が先行し続けてきましたから、安値圏で押し目買いも入っているようです。東京エレクトロンの場合は先週の木曜日の日27日に年初来安値まで売られました。こうした弱い株価水準ですので、逆に配当利回りが上がっていまして、東京エレクトロン配当利回りが 5% を超えています。このあたりも割安感といったところなんでしょうか。今日は買われています。 3% 強の上昇率でした。週末のアメリカ市場で半導体関連株が大幅高していたと、そうしたことも支援材料になっているようです。一方でやや冴えないのが内需系ディフェンシブセクターであります。今日はどちらかというと資源系ですとか外需系主導の上げ、対して内需系弱くなっています。陸運が一番売られているセクターで、その中から 9020JR 東日本のチャートです。やや直近のレンジを下の方向に離れるような動きとなっていまして 1.3% 程度の下落であります。台風が近づいていまして、 JR 東日本管内では列車の運休が相次いでいます。この辺も何かネガティブに取る向きがあるのかもしれません。今日の東証一部は堅調な動きとなっています。一方新興市場はやや冴えず小幅まちまちと、日経ジャスダック平均がプラス、マザーズは小幅ではありますがマイナスで午前中の取引を終えました。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。